またラーメンからのスタートです。今日はこれから、10時過ぎの便でサウジアラビアリヤドに向かいたいと思います。今回は久々の成田からなんでラーメンを食べます。豚骨ラーメン、まずこれ食って、中に入っていきたいと思うんで、いただきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったでございます。そのさっき言った遅延で飛行機が11時なんで、まあ、まだ2時間ぐらいあるんですけど、まあ中入ってちょっとまったりしていろいろ買い物しようかなって思います。まずは、日本出る前の飯、ラーメンでした。ごちそうさまでした。ここが乗るゲートです。今が9時21分、2時間後かな。なんかあのママも瓶はまだついてないっぽいですね。コンビニも閉まっとるやん。いろいろ買わねえけんなんで、もうちょっとね先の方見に行きたいと。ああようやく座れる。顔が疲れてます。早めに入れたんでね、疲れてます。ここからまでドーハに行って、そこからまで6時間ぐらい乗り継ぎあってサウジなんで、まあ、ちょっとまだまだ時間かかるんですけど、まあ、便乗ったらすぐ寝そうです。早く便に乗りたいです。はい、ようやく搭乗ができそうです。今回の飛行機カタール航空のこの便ね、さっきねメナモってちょっといろいろと話してました。その様子はね時代さんの Vlog で見れると思いますので、ぜひ皆さん見てください。じゃあこれが飛行機に乗って、まずは10時間の旅でドーハへ向かいますので、息もうちょっと眠いんで機内で爆睡したいと思います。行ってきます。ドーハ着きました。Thank you。 ドーハ着いて乗り継ぎ4時間ぐらいかな、4時間ぐらいの乗り継ぎを経て、どうだったっけ、リヤド空港に向かいます。まだ見えんか、ちょっと外行ったらまだ通ります。ドーハ空港内部です。ドーハっつったらもうドーハの悲劇でしか僕は知らんのんですけど、その地がその地で経由となります。ドーハ、まあ、中東の方の国ですよね。こっから1時間半ぐらいでサウジアラビアなんで、まあ、近いとこっちゃ近いとこなんですけど、乗り継ぎで4時間あるんでまだ滞在です。ちなみに帰りもここ経由なんですけど、乗り継ぎ10時間らしいんですよ。なんで多分ホテルを空港のホテルに住んでるみたいな感じになると思います。トランスファーのとこまで行くんで、まあ着いたら目立ちもるでしょう。そこの様子も撮れればなという感じです。広いです。今の撮影ポイントだったよね。そうっすね、メナの計らいで、メナが大丈夫っすね、ラウンジ連れて2人お好み組を引き連れて、背中がでけえな。誰ですね。いや、思ったより広いっすね、空港ね。なんかすごいよあれ、ほら。あとね、ラウンジの場所がまた 別らしいんで、そこに向かってますよ。ターミナル B。
この奥にラウンジがあるらしい。ドーハの空港はね、喫煙所あるらしいんですよね。で、好きあらば行こうかなと思ってますが、ゲート B。 初めて来るの。あ、スモーキングルームって書いてある。見ますか皆さん。もうね、俺とサコさん、孫さん、まあ喫煙税ドグラさんもいるけど、もうこのマークはね、常に探しますからね。大事ですよ。ひとまず安心したんでラウンジに向かいます。はい、オムレツとウインナーとハム届きましたね。トリノさんあれ目なのかな、これトキンスプレート。はい、美味しそうです。いただきたいと思います。で、これからサウジへ向かいます。1時間半のフライトですね。1時間半、着いたら大体何時くらいかな、9時くらいかな。で、そこから今ボケたちがゆうくんとかがオールエアビーに向かいたいと思います。では行ってまいります。サウジ到着しました。マイティーちゃんのダルザが迎えに来てくれてます。メナもね、いますよ。これからエアビーの方に向かっていきたいと思います。今車の方に向かってます。ここにおできできた。結構ね、ちょ暑いです。ラスベガスぐらいの暑さですね。もわっとこう熱風が来る感じで、日中はもう外にねレアグループのは危ないって感じなんで、一応その腕にサポーターじゃないけど、そういうのあった方がいいよぐらいの暑さです。ちょっと肌とかに気をつけてね行きたいんですが、今からマイティーチャーの車の方に乗るんですがね、どんな車なんでしょうか。あー暑いな、もわっと来てます。こんな感じでね移動中です。車がいっぱい、こっちはまあ車社会ですよね。もう外に出ることがないんで、バイクとかもあんま走ってないんじゃないかな、この時期は。僕がねドバイアブダビ行った時はまだ涼しかったんですけど、でもちょっともうあれが2月ぐらいだったかな、あれがもうね4月とかになるともう外に出れんみたいなことをずっと言ってました。こっちか、もうちょい乗ります。これがねマイティーチャーの車、スポーツカーっぽいです。この車に乗ってほしいです。スポーツカーです。乗車します。14 years now. Oh, 14 years. Yeah. I see. I work here as a
なりそうだな。いやいや、スーサイド。You know this? This, you know? This is the biggest university in the world. Oh, university? University, yeah. Is that university? Yes! Oh. You know, they have train inside. If you need to go to maybe another pocket, they have train inside. They have to take train. It's all? Yes. The biggest university.中になんかあれ電車みたいな、そうモノレールみたいなのがどんだけディズニーランドみたいな、そうそう言われなかったらなんかテーマパークアミューズメントしてたなっていう、すごい、それなんか確かになんか大学の門っぽい、なるほど、でも土地はあるんだろうな、相当広そう、高い建物はあんまり見えないもんね。夜は涼しいイメージあったけど。And during winter, it is very cold. この辺はなんか、maybe like maximum temperature is 7-8 degrees maximum. Oh, 7-8? Oh, it's very cold. Yeah, because desert, you know, desert. Yeah, yeah, desert, yes. Yeah, always like if it's cold, it's really cold.僕があのアブダビに来た時は、うん、夜寒かったんですよ。あ、いつそれ2月下旬ぐらい、おー街並みが、 I'll show you now the EWC hotel we are going to pass next to it. Okay, thank you. But maybe like 5 minutes drive out and I will see it.The Airbnb that you are going to stay in, it's very close to Helsinki place. Oh, Helsinki place is a special place. No, it's not the same place, okay, but different building. Oh, okay. 高い建物が徐々に見えてきます。This is Riyadh's business area. This is called yes, this is financial district.ああいう看板がね、殺到する。Yeah, 6 p.m. 6 p.m. to
ところだったんですか。僕らの大会会場はね、ただ他になんか e スポーツエリアもあって、FIFA とかいうケースか。実はその30周年の大会の前の週に、はい、あのでっかいストリートファイター5の大会あって、はい、だから支援とかミスタークリムソン、ミスタークリムソンが優勝したんだけど、はいはいはい、合ってんのよ。ああ、なんか入れ違いだったんですけど、ああなんか言ってましたね。彼らがオンラインでやったみたいな、ね。さあ確かにそうですね。どんどん大きくなっていくんでしょうね。Yeah. You see here? Oh, all of this screen. これは new place だ。It's first time to visit. Ah, first time. Okay. 書いてあるわ。You see all of this screen here. You know, King of Fighters stage? Yes. It's here. This one here. King of Fighters stage. This one.It's very very big from inside. Very very big. 焼きそばもあるじゃん。焼きそば。Yeah, this is e-sport entrance. If you want to go from here, this is e-sport. This is look, and this is here. Near to here, LCQ. Very here, near to here. Yeah, SCC gaming hall. Yeah, here. So you go from here.Okay, building, yes. To here, LCQ. Okay. スポーツワールドカップも始まってんのもんね。もう1ヶ月経ってますね。Oh, 1 month ago, it start. Yes. They have other place. You know, they have a place now, again, under construction, bigger than this. It's other side. You go there, they have every single country. Yes. You go inside, you go to Japan, you feel you are inside Japan. You are in Japan. Hey. Maybe after Japan, you go to Greece, yes. You feel you are in Greece. You go to Morocco, you are in Morocco. Everything there. Like, not even people are Japanese, building Japanese, food Japanese, everything there. Everything. 選手村みたいなのが多分あるんだ。これ全部会場らしいですよ。Hot? Hot, yes, very hot.Maybe not too much like that. Hot. It will be more hot. You need any help? Please. You need any help? What's up? Okay. 会場近いね。Here, ready for your service. It's always my pleasure. 着きましたね。会場に到着です。ちょっとエアビーで休んでました。エアビーの様子撮ることができんかったので、また帰ったら撮ります。これが今回の会場ですね。でかい。暑い。もう結構すでに焼けてる気がする。広いなぁ。多分これスペシャルコース以外のタイトルもここで予選とかやって、メインの会場はまた別のところらしいです。e スポーツワールドカップのバス、シャトルバス。これ焼けるわ。やばいっす。熱風です。すみません、肌肌、シャファーの人に。
で、ここから中に入るっぽいです。何度も涙目はい、着きました。涙目、まあ、しょうがないんじゃない。中はこんな感じです。会場、試合はここでやります。プレステとかね、いろんなのがあるんですが、どうやらね、試合の場所は宇都宮らしいんで、みんないますね。お菓子食べてます。選手の控え室でしょうか。ジョン君とリュウ君と山田さん、岡さん、シュート、みんないます。そうね、アンペラも買ってもらっていい。PS1 ですね。ここのモニターで試合見るらしいので見ておきましょう。外に多忙すぎるんですよ。ヤンメンとかチューチューとかね、みんないますね。ナイスみんな、あ、続々とね、フードさんも来たり、ホリムさんがおったり、ネモさんがおったりとプレイヤーが増えてきました。あと10分ぐらいで試合が始まりそうです。あとコーヒーを作るマシーンがあった。すごいな、これ。なんでも AI の時代やん。テクノロジー、ハイテクノロジー、ハイテクノロジー。マジで、うわ、すごいな。お、水じゃね。おー、来た、来た。ゲーム、あーな、日程、あ、今までのやつがこういう感じで、まあ、女性のこういうチームあったりして、これトロフィーですね。かけちゃんが取っとったね。すごいね、トロフィー。FIFA のやつか。めっちゃいいな。あ、ストリートファイター、SFL? 違うか、ストリートファイターリーグ。ロスドリブじゃない。や、違うね。ストリートファイターどれなんだろう。これ去年の e スポーツだった。そう、すごくいいね。あ、これリーグ、あ、違う。いや、めっちゃ濃くるね。 FIFA、あ、やばいね。あ、すげえな、これ。これもらえるんでしょ。今撮った。ソリー。で、
また会場に戻ります。じゃあ時刻は夜9時ぐらいですね。まだまだかかりそうです。はい、今予選が終わってちょっと飯食いに行くんですけど、すごいみんないますね。お、そうです。お風呂テーマパークですよ、もうすごいすごい。ここも e スポーツ、あ、ここもエリアなんだ。何これシェイクシャック、シェイクシャック、そう我々のシェイクシャックだ。これちょいちょい涼しいんやな。街よね、いやそうね、こんな広かったんやね。てか中すげー、おまやんでけー。で中に入っていくと、ここが飯食う動画な。腹減ったんで何か食べます。夜飯はシェイクシャックです。これ買ってエアビー戻って食べます。お腹すいた。店員さんがね、日本語喋れる人で助かりました。すごい。買って帰ります。大工さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。モキさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。出した出した。先ほどまであんなに盛り上がってたのに、本当にお開きって言ったんだね。そう。忘れとった。いや、今日も一日頑張りました。明日も一日頑張りましょう。お疲れ様でした。